い、どうも皆さんこんにちは。 MSS プロジェクトでございます。さあ皆さん、はい、現在お昼の12時半でございます。昼だね。昼でございます。お昼ご飯食べましょう。何食べますか？そばがいい。寿司カレー。はい、じゃあピザ食べましょう。なんでピザなの？ですね、ちょっと食べたいピザがあるんです僕。一人で食ってんの？同じこと言おうとした今。言おうとしたらベスト34ってやつを僕は食べたいんですよ。ベスト34？なんすかそれは。34枚入ってるってこと？いや、怖っ。こちらですね、34種類の具材をトッピングした、だからドミノピザであるトッピング全部あるっていう、うん、うわーってやってんの、この34種類の具材がグワーって。なんかね、クワトロ風になってるから、クワトロ、あのだから4つ分割みたいになってるから。ああ、そういうことか。そう、それにでも34種類使ってますみたいな。だいぶこれ多いんじゃないですか。もういいでしょ。食えやいいがな。あんたは頼めばいいがな。とどまるところ知らないね。はい、じゃあちょっと注文したいと思います。はい、よし。あの、回ってる？そうじゃない。いや、回してる、回してる。回すな。回ってるよ。回転は録画ボタンは押したか？ああ、大丈夫。ああ、よかった。いや、なんとか定まったよ、ね。とりあえず、ちょっと今、FB が買い出し、飲み物の買い出しに行ってて、今いません。ということで、ここで、ドッキリを仕掛けたいと思います。はい、何のドッキリかというと、はい、やべえやつ、ザ・ソース。やべえやつ、はい、ザ・ソースをあいつが食う分のピザに、あの爪楊枝の先でこうつけたやつを、そんなやっちゃう。あ、やつってやん、それやばいやつじゃん。やばくないよ。やばい。まあそんぐらいやばいやつなんですけど、これをちょっとあいつに仕掛けていこうかなと。多分我先にと食うから、それはあるな、うん、でも種類いっぱいあるから、あいつ好きそうなやつどれだよ。いや、もうなんとか誘導するしかない。もう取って渡せばいいんじゃない。うん、お前これ好きだろ。 あいつ多分これが、あ、違うな、あいつパイナップル乗ってるピザあんま好きじゃない。多分これだよね、いっぱい具材乗ってるやつも、うん、これだな、これでいこう。これやばいからな、マジで。待って、うん、やばい、俺も気をつけるよ。本当はこれ手で触ってはいけないっていう。じゃあ、おいおい、ここについてるので、こんなもんで大丈夫かな。そんなもんじゃないの。まあ多分ね、あいつうわーって食べるから、先の方がいいんじゃないの。ああ、すぐリアクション見たいから、じゃあここら辺刺してっか。おいおい、これめっちゃ辛いと思うよ。だいぶ辛いね。ね、もうここら辺も刺しとく。伝わりにくいかもしれないけど、相当辛いよね。いや、これやばいよ。爪楊枝ついてるの余すとこなく、もう全部入れたんで。ちゃんと押すね、左のやつね。絶対押せんのよ。間違って食うならやばいことだから。では、こんな感じでちょっとドッキリ仕掛けていきたいと思います。はい、というわけで、おベスト34届きました。はい、届いたね。サイズニューヨーカーなんだね。でかいよ。あ、でかいやつや。ニューヨークシティだこれ。ニューヨークシティだこれ。ドゥルル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 ル。おお。お、でかい。でかいな。でか。ごちゃ混ぜスタイル。でか。これが2枚でしょ。これ2枚だわ。2枚じゃなくてよかったなこれ。じゃあ早速ちょっといただきましょうか。はい。何いく？俺、じゃあやっぱこれ。いや、違うの食べよう。ああ、いいよ。おう、まあ、俺これ。こっちにこれにしようか。じゃあこの何？芋臭い。芋タル？芋タル？芋野郎食べようかな。これあれなの？まあ、でっか。お、俺はこの肉肉しいやつや。一個がでかいね。あ、ニューヨークはめっちゃでかい。8枚だけど。あ、これさ、半分にしてほしいんだけど。でかすぎるわ。これうまそう。これワンチャンででかいな。結構やばいと思うな。これやば、うん、じゃあいただきますか。はい、じゃあいただきます。えーい。
どうすかこれニューヨーカーこれ34でだけ、うん、数字わかんなくなった。あ、ピザだでも。うん。うん。うん、うまっ。昼からピザ食べれるの最高だな。辛っこれ。え？何が？もう辛っ。俺のは辛くない。別に辛くないよ。うん、辛くない。え？あ、なんか辛いの乗ってるもんね。なんかこの見てね。こんな辛いの、いや嘘でしょ。辛っ。辛っ。え？いや、これてめえ。何？盛り上がったな。何を？辛っ。いやおかしいおかしい、絶対無理こんな。おかしいことなんてなんもない。ここ緑の辛いやつだ。ここ緑ピザだもん。だって俺これ緑のタバスコほらこんなかかってるけどそんな辛くない。辛っ。緑のタバスコかそれ。辛っ。緑のタバスコ、ちょっと分かりづらかった。え、そんな辛い。悪者でした。悪者 悪者 NB でいいや。持ったっけ俺ら、そんなん。いや記憶にはない。俺も記憶にはない。記憶にはない。でも映像で残ってる。やめてってれー。いやもう絶対ありえないもん。ドミノピザがこんなにクソ辛いピザ作るわけないもん、うん、だって。いやあのザソースを爪楊枝の先につけて、あのいつものあの量をちょん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 ってやって。いや違うって、なんで気づいたかというと、うん、ドミノピザってちゃんとね開けたら分かるようになってるんだよこの。あー未開封安心シールって書いてる。そうそう未開封安心シール、うん、それがね綺麗にね、うん、切り取られてた。最初で俺開けた時に今気づいたら、うん、すんなり開いたんだよね、うん、あってことは誰かが開けた形跡があるってことだったから。すげえ。いやでも気づかなかった。さすがに気づかなかった。もう無意識だった。もうピザが食べたい、ピザを食べたいっていう。あー欲求にねやられてた。食欲に負けた。あれえこれ先だけ。うん、いや、まあ、結構ちょんちょんした。マジ、うん、ちょっとツンした。中心は結構ね、うん、の先っちょだけど、先っちょ中心でいったけど、お辛い。そんなに辛いの。でもね、うまい。あーまあスパイシーになるからね、まあ、エビ一番それ好きかなと思って、うん、これ選んだから、ね、何もしなくても、うん、お前が選ぶのはそれだろう。仮に俺が最初に選んでたとしてもこれだったかも、ね、この V を選ぶと思ってたから、うん、あの、回ってる。いや、くだらない。くだらない、くだらない。そんなやっちゃう。あやつちゃん、それやばいやつじゃん。あ、ここちょっとウケるな。それやばいやつじゃん。ウケるな。お前なんでその棒読みは。なぜだよ。うわーって食べるから。あー、すぐに。お前ナイス判断。じゃあ、締めとります。はい、というわけで、ベスト34 締めに入った瞬間回しサラダ。シャカシャカやってるやつみたいな。シャカシャカサラダのやつがいる。予想以上にしっかり美味しい。あ、そうだね。やっぱ考えられてるなっていうか、まあ、34種類の具材をきちんと合うようになんかセットしてある、うん、4種類みたいなっていう印象を受けましたね、うん、皆さんぜひね、うん、この、ピザ、食べてみていかがでしょうか。はい。